はい、今日の生徒です。ハンドプラントやります。ハンドプラントはレギュラーが右手、グーフィー左手で、まあ、てですよ。てついて戻ってくるんだけど、まあ分かんないからとりあえずやってもらおう。なんだこのアウト。ベベーッ。すごいいい日本だな。え、肩取れた。暴れ大丈夫ですか。3本いった。じゃあちゃんとアウト打ちます。抜けるときはエッジ使わないんだよね。面でこのまんまで、こう来るじゃん。ここでこっちからいけんか。ここでウィッてやっちゃうと、あの叱るみたいになっちゃう。あなんだけど、ウィッてやるときはこんな立ってない、あるむしろ、ちょっと寝てるやつのときはウィッてやるんだけど、まあこう立ってるのあるじゃん、もっとちっちゃくてもちゃんと立ってるやつは。じゃあ説明すると、アイテムがすごい立ってるアイテムだったら、あの抜けるときも縦を強めにして、もともとアイテム自体が立ってたら横強めでいいってことですよね。横はダメだよ。そう、結局板を上に上げないといけないから、こんだけ立ってるから上に上げるのにさ、板を持ち上げる必要ないじゃん。あーなるほど。寝てたらさ、上に上げなきゃいけないから巻くないといけないじゃんってこと。なるほど。そうで、まあ手つく場所をアプローチの時しか見ないんだよね。アプローチの時にこうスピードでさ行くと、あーあの辺手つかめる、つかめるっていうかつけるみたいなの場所を見て上がってって、で上に抜いた時にそこ手つく場所を見んじゃなくて、上行ったらもうランディング見てる。でなんか手ついてると手を見るんじゃなくて手が視界に入ってるぐらい。キサキサてっ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 てシカル君、シカル君、シカル君。できねえこれは。で、結構重要なのがあって、抜ける時のもうフラットでできるあれなんだけど、板をまあ上に抜こうとするとさ、ちょっとやっぱ手で蹴っちゃうと思うんだよね。お、こうやって。そうすると体いくじゃん。じゃなくて、イメージは体はこんまんまで、こうやって板しならせるんじゃなくて、板がこう上がるだけ。上げるだけ。そうそう。飛ばなくていい。飛ばなくていい。自分が飛ぶと帰ってきちゃったり、そう、板の反発使ってどっか行っちゃうから。これ超大事で、おこれがこうなっちゃうと、こっちに来る。そう、戻っちゃったりプリンってやつになっちゃうから。あ、じゃあ抜けるときはもうそんなに力入れないで、そう、ただ上に抜いて、なりげポーンといけばで、手つくだけ。はい、右から落ちてるのに左で骨折したっぽいですどういうことよ。あばらは大丈夫ですか。3本いって。
あとはね、あのグラブしたかったりどうこうはその人がやればいいんだけど、おのおののスタイルで、その抜けるところが一番問題なんだよね。どう絶対綺麗にこうポンって抜けれたら手ついて戻ってこれるんだ。それをなんか無理に手つきに行ったりすると、あーこうパターン行くんだ。今お手本やるから。はい先生どうぞ。でも T ボーイ今超近かったし、トシカルは 2H かけすぎてっから抜くのがこっちになっちゃうんだよね。もっと上に上に。すげえ、なんかジャンプでいう早抜けになる。あ、まだ抜けが早いと。そうで、多分手つく、スキーに行くのが早すぎて板が抜ける前に手ついちゃうから。あ、こっち動きが重くなる。あ、なるほど。手つきながら抜く、こうやって抜くんじゃなくて抜けてから手つくイメージ。はいはいはい抜けてから手つくイメージっていうか、そう、抜けてから手つくみたいな。同じことしか言ってないっす。抜けて手つくで戻ってくる。俺じゃ今手が先ってことですね。そう、手をつきに行きながら抜いちゃってるから、ポーンいってポーンいけばいい。そう擬音多めですね。伝わるかな。やっぱもうポーンでしょ。シューンいってパーンついてシュッて。うん、でもうちょい上に抜ければ。本当は超2かけてた。ほら2かけなかった穴。先生あとはもうちょい抜きが弱いから、抜きをもうちょいシュッて抜ける。そう、ここが遅すぎてこう手をつきに行くのが邪魔しちゃってるわけよ、動きに。だからもう板抜いちゃえば邪魔なくなるかなと。今手滑っちゃったけど、これここの部分にこういけば、そうつけばいい感じですね。こうなれば、はいはいはい。じゃあここの部分にちゃんと手をつけばいい。もう触ってなかった。押し忘れたわ。先生が悪いですね。俺が悪い。ちゃんと教えてなかった。今のはちょっと何が悪かったんですか。今のは抜けが早い。もうちょっとテールギリギリまで待ってピッってなればもっと軽い。今自分でこう話しに行っちゃってるから。できそうだけど、ピッタガーンやって、突き指。あんな感じでいいんですか。あれでいいっす。あれでシカルもそうなんだけど、抜けが早いっすか。まだそう、もっともうリップの最後まで行けば、はい、勝手にいたってプリンって、ま、抜けるじゃん。それを待ってやればいい。そう、利用してやってあげると楽に。今のだと自分でちょっと抜きに行っちゃってるから。はいはいはい。でもこう R 立ってるじゃんこれ、じゃなくてこう
斜めちょっと緩いやつとかは自分で抜かないとだから、どちらかというとああいうってやつになる。なるほど。そうじゃアイテムによるってことですね。そう地形とかさ。あーなるほど。抜けました。いい感じ。でも多分うまく取れてないかもしれないです。いやもう一回いけるっしょ。いやもう一回いけないよ今の。ここでもう一回先生のワンポイント。いや今のであと手つくのが前になってる気がするから。本当だったら俺はこう抜いたら抜いたところに手つくイメージなの。でも今しかる多分こうやっていってるから。突きにいってる。そうあの抜いて一歩前に。手つきにいってる感じがあるから、抜いてテールが抜けたところに手つくイメージ。よし。したらさ、手つくの一旦抜けないとつけないし。なるほど。うわあ！なんか抜けおかしいね。うん。蹴ってますよねすごい。蹴ってるし。いや変な方向に蹴ってるって感じですね。うん、上じゃなくてこっちになってる。もっとこうトゥーフェイキーイメージ。トゥーフェイキー、はい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 、真上に、真っすぐ通すね、うん、おそれそれそれ手首痛い。おうっけー戻し今のは抜けで板凍らせたけどね。あばら3本折れた。左の腕も折れた。今のは完全アプローチミス。抜けの時に板がずれたからね。なるほど。グラブしよう、ハンドプランチしようっていう意識が強すぎて、多分しっかり形がうまく取れずにちょっと斜めすぎるんですよ。こう縦からこう見てたら、うん、すごいそれを思いましたね。2人俺ちゃんとこうまっすぐ抜けるつもりでやってるの、2人だけラインがこう斜めに抜けてるんですよね。そうだね。だから形がうまく取れずにグラブもできずにちょっとドゥドゥってこう下っちゃうんだと思います。はい。フフ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 。うわ、いったー。ヒール行ってないですか。ヒールに乗ってる今。ヒールに乗ってる、うん、抜けるときに。今のいいんじゃないの。今のちょっとライン取りが下手だね、右に行ってるけど。でもあんな感じかな。うん。次回の動画でお会いしましょう。あ、もう。やってもらわないと。もちろんもちろんもちろん。良くなってきてない？うん。あと体多分伸ばすのが早いから、グラブして戻すのが。一回せっかく触ってるのにすぐ伸ばしてきたら。
れを掴んだまんまこう戻ってくるような感じ。もうちょいじゃあ我慢ってことだよ。グラブしたら我慢。あー、近い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 。でもまだヒール側だな、掴ん手ついてんのが今のでも、そう、手つくのはもうちょいトゥー側でもいい。今だとこう板が抜けて、はい、この辺ついちゃった。はいはいはい。イメージはこの辺でいい。そうそうだね。したら今こうじゃん、うん、じゃなくてここで、そうつくイメージ。今の抜くの早いね。見た、ノーズこんぐらいしか出てないのにもう抜いてたよリップからこんぐらいしか出てないのに。もっと待てよ。待てない野郎なんだよね。それ使えないからP 入れといてください。 P にするわ痛い OK でしょ今の。 OK ですね。ね、本当ですか。多分みんなできたからよかったあとはもう各々でここまでできたらお好きにどうぞ。おのおののスタイルで、おのおののスタイルで、はい、おしまい。